どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、平子真珠使っていこうと思います。朝鮮に亀井継承で九州無効対策ですね。平子真珠悪魔縛りなんで、なんと朝鮮が入ります。はい、亀井継承で九州無効対策、平子真珠にボンタ君継承でリダチェンしていこうと思います。ヌラリシンにね、ブラキ装備で火力をぶち上げてあげて、ヌラリシンにこちらガスロ装備で毒耐性 60% つけています。そしてゼラにチュンリー装備ですね、操作化耐性装備なら OK なんですが、80% 以上強化で軽く上げまして、ラストフレンドさんがこちらエアリス装備継承のフレンドさんでね、毒耐性を 100% にしています。はい、できればミラボラヤス装備の方がいいかなっていう感じのパーティーです。指延長バッジつけてやっていこうと思います。まあリダチェンするまではね、特にめちゃめちゃ最強ぶっ壊れパーティーではないので、とりあえず適当に見てもらっていいんですが、リダチェンしてからマジでこのパーティー覚醒するんで、ぜひそこから見ててほしいですね。リダチェンできるまでのターン数がだいたい6ターンかかるので、まあできるのはもうまさにアグニ突破後ですね。アグニ突破した後からリダチェンできるって感じになってます。まあそんな感じでね、最初はグダグダしながらですがやっていこうと思います。最初はね、光のこけしをしてあげれば軽く出るんでね、それだけ押さえておけば OK です。でまあ一応ブラキ装備出してるので少しは軽く出ますが、どうしても火力はねちょっと低め、多少はねやっぱ仕方ない。ただまあドル強でね、少しでも火力を上げておきたいのでブラキ装備1つけてます。さっきブラキ装備なしで行ったんだけどね、やっぱりね火力の下がり方がすごかったんで、1体は無理やりブラキ装備つけました。まあ仕方ないね。あのフレンドさんをね、自分で用意できない時ってどうしてもねアシストが限られちゃうんだよね。そう、平子真珠ね、あの3体持ってるんだけど、スキル上げが1体しかできなくて、でちょっとあのなんか最近さ、スキル上げめっちゃめんどくさくなったの分かる？みんなめっちゃだるくなったよね、スキル上げ。そうだからね、もうちょっとシャーなしで今回はフレンドさんお借りしてね、使っていこうと思います。じゃあ行きましょう。でまあね、今見てもらって分かる通りね、挑戦の視点でもうすでに結構強いです。はい、もう実はこの時点で結構強いので、十分このパーティーのやる気はね、伝わってるとは思うんですが、まあまあまあ、まだこんなんはっきり言って序の口っすよ。うん。まあ、正直まだこれはもう全然 1% も本気出せない状況。うん。全然。このパーティーが化けてくるのはもう少し後なんでね、楽しみにしてください。で、まあ4回そうっすね。ここに関してはまあ、毒はね、気合。頑張ろう。まあ回帰力言うて、リダフレで5倍あるんで、そんな一瞬で死ぬことはないと思うんでね。じゃあここは一旦まず盤面整理ついでに普通に一回整地しましょう。光ドロップないんでね。仕方ないですね。で、まあ序盤はまあ枯渇激しいと思うんで、そこはちょっと頑張ってください。はい、じゃあ一旦加藤。はい、唐突に2連撃食らって死にかけてるんですが、ちょっとここは猛毒消さずに回復ちゃんと挟みながら突破していきましょう。なんで今僕は2連撃食らったんでしょうか。結構やばいですね、これ。普通にまずいですね。できればドクウォッチコン来てほしくないんですが、まあ来たらちょっと GG かもしれない。まあまあよほど運悪か、ギリギリ耐えましたね。 OK、 これで倒していきます。はい、危なかった。で続きまして5階層で、ここどうしよっかな。エアリスこれ使えなくなっちゃったんで、まあギリギリ耐久できるので、ここは普通に光で倒していこうと思います。ただ猛毒消したと結構ピンチなんで、あんま毒はね消さずに行きましょう。行きます。まあ倒せれば何でもいいんでね。そう、このゲーム HP が0にならなければこっちの勝ちなんで、ここは消さないようにしたいですね。はい、 OK、 こんな感じかな。しっかりと猛毒1個だけ消してあげて、こんな火力で倒していこうと思います。はい、で続きまして6階層、ここでついに変身ができるわけですね。間違えた、リダチェンができるわけですね。ただここで突破してもまたしても毒残ってる状態なんで、ここは一旦突破は考えずにまずは盤面整理を考えます。はい、ゼラをね使ってもいいんですけど、ここでゼラ使っちゃうとボスまでにたまり直さないんですよ、この子。結構意外とねスキルターン重いんで、なのでまたしても毒4だけ消してあげてみたいな感じでグダグダいきましょう。あ、ちょっとまずいかもしれないって思いつつも、実は耐えれるんですよ。ただまあ HP ずっとローなんで、あんまりこの立ち回りはおすすめはできないけどね。はい、で続きまして7階層はい、またですね。じゃあここら辺でそろそろ変身いきましょうか。光ねえじゃん光姉ちゃん、あ、作ってくれる、ありがとう。じゃあ変身リダチェンいきます。はい、まあ、ちなみにマジな話すると、リダチェンは次のターンの方がおすすめです。ここでね毒めちゃめちゃ降ってきて、まあ、ワンチャン死ぬ可能性あるんで、一応次の方がいいんですが、まあ動画的にもやっぱ早くリダチェンしたいんで、このままいきましょう。でまあこれで突破していきます。11コンボナイス。回復力は6万8000ぐらいですね。で HP が15万あって、さらに軽減がダブルであるんで、言うならこれから 43.75% 軽減ですから、だいたい26万7万ぐらいは HP があるって感じ。捉え方としては結構やばくない？普通に事件性ある HP の量なんだよ。だから結構やばい。
結構っていうかね、正直めっちゃやばい。だから追い打ちがどうしてもねめんどくさいってことを考えなければ、耐久力なら本当にもう今流行りのあのネレ遊戯とかあるじゃん、あそこら辺ぐらいの耐久力余裕で持ってる、てかあれ以上の耐久力を持ってるから、耐久力だけならガチでやばい本当にこの子たちって感じだね。まあ、この子たちっていうか、もうこの人たちっていうか、この男たちっていうか、子じゃないんだけど、本当にやばい。あ、で、こういう耐久力危険とかマジで痛いんで、本当やめてください。もうこれは、あれだね、噛む5日までは我慢だね。まあ、でも、烈海の化身に比べたら、裏異形は比較的耐久力危険ギミックがまともなんで、まあ、全然大丈夫。烈海の化身あれマジで狂ってるんで、なんか、ちょっと進めば耐久力激減みたいな。不動明とか、あとは、ヌトとか。あとはなんかいっぱいいろいろとかね、アテンとかね、まあ、いっぱいいるじゃん。こっちまだマシなんでどうにかなるかなって感じです。ブラッキーじゃなかったよ、ヌラリー、ヌラリー打ってあげましょう。はい、キー消せなくなるけど全然大丈夫です。ヌラリー打ってあげて、これで倒していきましょう。76だからね、ルレットもそんな邪魔じゃないしね、別に。なおさらティターニア来てくれたんでありがたいですね。はい、これで倒していきましょう。9コンボ。ただまあここで木がめっちゃ打ってくるとうざいんで、あんまり不適当しかないかな。ナイス。これぐらいならもう全然大丈夫。7個なんで盤面35個あんのか、もう全然余裕っすね。はい、雲と愛星はちゃんと積んでいます。はい、雲と創作家は積んでるんでね、食らうのはお邪魔だけなんで。そう、このパーティーはね、よいしょ、ちゃんと操作不可と暗闇と雲と毒は対策してるんでね。 OK。さあ、ここもしっかりと10コンボ組んで倒していきましょう。ナイス。てか言うて火力出てるね、やっぱり225倍って。やっぱブラキ装備積んでると火力出るんだね、正直言って。あんま出ないと思ってたわ。よっしゃ、これよし、これで光作ってもらって、ブレット完全に塞ぎ込んで、こっちでコンボ組んでいきます。悪魔キラーはゼラがいるから、ちょっとゼラ頑張ってほしいなっていう感じの本音を詰めつつ、こんな感じでコンボ組んでいきます。あ、ここで平子真珠打つのありかもね、一回ワンテンポエンハンスとして。ただまあゼラいるんでいけると思うんすけど。ナイス。やっぱゼラ強えわ、結局ゼラはね強いからね。はい、そしてマンティコーア、ここ追い打ちだけ忘れないようにしていきましょう。ルーレット、いや場所変わった、なんか一個だけ変わった気がする。場所地味すぎん、まあ、地味に変えられたんで、ちゃんとねしっかりと組んでいきましょう。やっぱ久々の76楽しいね、楽でいいわ。パズルは難しいけどね、やっぱコンボ吸収とかの対策めっちゃ簡単だから、すごい使いやすくていいよね76って。うん、回復力減っててこれだからすごいよな。はい、でこれ神使わせてるんで、神ここで打っちゃいましょう。巡回走、早打ちにね神打っておかないとね、めんどくさいんで。よいしょ、じゃあここで亀打っておきます。ルーレット消してくれてもいいんですけど、僕的に残したいんで今回は残していきます。ルーレット消すか消せないかは状況判断でどうぞ自分で考えてください。で一応闇で6解除できるんですけど、しておきましょうか。はい、6解除だけしておいて、これで倒していきます。ナイス。でもうヌラリシンも溜まってるんで、次ヌラリシン打ちましょう。突破していく。さあ15階層、ここで遅延食らって結局ゼラが使えなくなっちゃう可能性が高いので、アシストはできれば貯めておきたい。だから序盤で使いたくないんですよね、ゼラを。あと平子ガード2ターンなんで、これちょっと打っちゃいましょうか。ここでね、ここで打っておいて、あのボスで使います、もう一回。よしよしよし、じゃあここはこんな感じで、まあ光残しながらでいっか、光残してあげながら突破していきましょう。ただまあヌライシン優秀なんで、結局光降ってくるんでそんな問題じゃない。さあ続きまして16階層、どっち来ても絶対に大丈夫。ヌン56000、全然効いてねえじゃん、やば、全然効いてないんだが、今何かしましたか僕に。ごめんなさい、気づきませんでした。やば、全然効かねえじゃん、こいつ耐性最強だなマジで。でしかも回帰力11万とか、化け物じゃねこれ、やば、全然知らないんだけど。で続きまして17階層、全然知らないじゃん、あってなることもないんですよ。そう、この子はちゃんと軽減張れればいいんで、7コンボ組んであげれば OK。 まあ確かに光消せなくてちょっと焦るかもしれないけど、あの最悪ゼラで5コンボ絶対組めると思うんで、最悪ゼラがあります。第17コンボはさすがに組める。
もう盤面に光がもうなんか30個ぐらいない限りは組めると思うんで、こんな感じでしっかりとまずは光を組んであげて、はい、オッケー。でまあルーレットも残ってるんで次回復作ってあげましょう。はい、あと7コンボ組めば絶対耐久できますが、よいしょ。まずここは、はい、ルーレットで回復作ってあげて、ちゃんと回復だけしておいて、7コンボ組んでまた耐久と。これ6コンボやないかい。でもまあ絶対耐久できるんで大丈夫ですね。9万6000あれば余裕で耐久できます。はい、でも盤面がこれなんで終わりっすね、完全に。いきます。しっかりと追い打ちだけ組んであげて、まあ追い打ちだけ本当に忘れないでくださいね。このパーティー追い打ちないんでずーっと言ってますけど、今日の動画このパーティーに追い打ちをないことを伝えるために撮ってますからね。そう、絶対それだけ忘れないでもらって、 OK、 こんな感じで7コンボですね。はい、追い打ち無効感含む7コンボで確定で突破していきます。ナイス。はい、続きまして18階層。おっ、ほい先輩じゃん。これはねちょっと倒せないんで耐久しますね。これはもう仕方ない、カット。はい、耐久終わりました。じゃあここでゼラ打ってあげて突破していきましょう。はい、あと1ターンなんでね、ゼラ打ってあげて、せっかくなんで平子真嗣も打ってあげましょう。どうせまあ打つところここぐらいしかないんで打っちゃいます。こっちへとっかな。はい、で追い打ち無効感含みながらの突破でいきます。はい、一応超一の組み方でいっかな、別にめんどくさいからね。それでいきましょう。いや待て、こっちの方がいいな。いきまーす。一応こっちの方が軽く出んじゃね、無効感2コンボの方がね。まあ、これでよいしょ。ちょっと待ってね、ミスりそう。ミスったわ。L 字組みたかったんだけどミスったけど、はい、これで倒していきます。 OK、 追い打ちいらないしね、第一。はい、で19階層。でここはしっかりとヌラリシン使ってあげて突破していきましょう。まあ2体溜まってるしね、確実に倒していけると思います。これも追い打ちいらないんで、よいしょ、適当にこんな感じで組んであげて突破していきます。はい、 OK。 まあ余裕でしょ、さすがに無効感なしでも十分枯れ子あるんで。おお、事件、それは強い、ナイス盤面ですね。引きがいい、これで倒していきます。で続きまして20階層。はい、クトゥガースね、まさに耐久ドロップ今ないですよね。まあ、こんな感じで回復ない場合にね、少し耐久必要なんでめんどくささありますが、まあ、そもそもこの耐久力なんで7コンボ組んであげれば負けることありません。しっかりと7コンボ組んであげて、耐久してあげてね、耐久ドロップを呼びましょう。はい。まあ、これでほぼ確定で来ると思います。まあ、これで回復が来なかったら切れる。うん、来ましたね。オッケー。で、さらにここでヌラリシン打ってあげれば、盤面に光ドロップ9個呼べるので、OK ですね。ヌラリシン打ってあげて、そして、ヒラコ打ちます。で、突破していきましょう。ちょっと待って、やばい。結構やばいよ、普通にそのミス。危ないっすね。危ないっすね !6 コンボじゃん、ナイス落ちこ今マジで終わったかと思った。まあ、ちょっと僕のパズル沼りましたが、まあ、追い打ち7コンボで簡単に倒せると思います。はい、調整も余ってたんでね、皆さんは生きらずにしっかりスキルは使いましょう。まあ、結構今ね、まあ、僕もよく、ユーコルパズル下手だなって言われるんで、ちょっとま、俺のパズル見せてやろうかなとか思ってたら、ちゃんと死にかけましたね。しっかり皆さんスキルはね、使って全力立っていきましょう。ただまあね、HP、リダフレ4倍、回復力リダフレ4倍、攻撃力が225倍、さらに軽減あるキャラが弱いわけがない。ということで今回は76リダチェンで使っていた平子真嗣でした。マジで強いんでおすすめです。ということでよろしければ使ってみてください。じゃあ、タネ登録、高評価、ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちなみにタイムは？お、ランク上げ近い。タイム。はい、14分。はい、バイバイ。